ただいまから G20 大阪サミットを開会いたします。データ流通や電子取引に関する国際的なルール作りをスピード感を持って進めていきます。今ここで我々は WTO において志を同じくする78カ国地域とともに大阪トラックの開始を宣言いたします。